はい、じゃあいちごから白数めに染めます。あー、あれか、桃とタガが外れちゃうか。ん、桃とタガが外れて、どうかね、犠牲のタガが今捕まっちゃうからね。そうだよ、怖いよ。本当だよ、昔と違ってね。うん、新聞出ちゃう、痴漢だってね。そうだよ、テレビだって出ちゃうしさ。うん、お尻触る人も言ったよね。ああ、そうなんだ。誰が言ったんだっけな。あ、富松さんだ。うん、お尻触るんだよねって。だから今、子持ちには言われんだよとか言ってたから。今日来てたよ。来てた。うん、じゃあいなくなったんかな。変なじいさんいたんだけどさ。え、うん、離れてんだから大丈夫だよって呼んだのさ。一緒にお昼食べて、それで帰ったよ。うん、一人で食べるより、みんなで食べた方が美味しいもの。そうだね。うん、分け合ってね。ほんとほんとほんとなんだよ。うん、一人で食べるほど味気ないことね。うん、どんなごちそう食べたって美味しくないよね。そうだよ。私なんか一人でうちで飲めないもの、お酒。はい、2階に置いてないし。あ、そうなの。うん、